カナダのココチャンネル、こんにちは。お元気ですか？管理栄養士の丸尾です。今回は油のお話をしたいと思います。この油の中でもオメガ3ですね。もうこれも意識して取ってる方多いかと思いますけども、オメガ3について今日お話をしたいと思ってます。でオメガ3ね、いろんなその脂肪酸の種類がありますけども、じゃあこのオメガ3何で取るってなった時に、最近これもすごく流行っているのがエゴマ油だとか、あとアマニ油っていうですね、いわゆる植物油ですね。植物油でこのアルファリノレン酸っていうものなんですけども、これもオメガ3ファミリーの一つです。アルファリノレン酸ですね、これを取るっていう、植物油で取るってすごく手軽なんですよね。液体で使いやすいですので、ドレッシングにしたりだとか、あるいは納豆とかですね、冷ややっこにかけたりとかして、取りやすいので、このエゴマ油だったり、アマニ油でアルファリノレン酸、オメガ3を取りましょうっていう、もちろんね、これもすごくいいことなんですよ。ただ、ぜひ意識してほしいのは、魚も食べてくださいねっていうことなんです。で、この魚にはですね、他のオメガ3が含まれています。それが EPA とか DHA っていう成分なんです。この EPA とか DHA っていうのも、アルファリノレン酸と同じオメガ3ファミリーの中の成分、脂肪酸になるんですね。で、実はその、エゴマ油だとかアマニ油の中に含まれているアルファリノレン酸っていうのは、体の中に入った後に変換されるんです。このアルファリノレン酸から EPA、そして DHA という風に体内で変換されて使われていくというような仕組みになっています。そして例えば EPA は、いわゆる血液サラサラですね。血小板がこう固まってですね、いわゆる血栓、血の塊ですね。これができるのを防いでいる。いわゆる血液サラサラ効果があったりだとか。あるいは DHA なんていうのは、脳に行ってですね、脳の働き、この頭脳の働きを、アップさせるということで、非常にこう健康にいい成分なんですけども、このアルファリノレン酸を取った後ですね、このアルファリノレン酸すべてが EPA だとか DHA に変換されるわけではないんですよ。この変換効率っていうのがありまして、これもいろんなデータあるんですが、どうやら、アルファリノレン酸から EPA、DHA に変換されるその割合っていうのはですね、1割前後、10% 前後だというふうに言われています。これもいろんなデータがありまして、もっと低い、っていうデータもあったりするんですけども、つまりですね、植物油、エゴマ油だとか、アマニ油とかでアルファリノレン酸を取ったとしてもですね、それが全部 EPA とか DHA に変換されるわけではないんですね。だからアルファリノレン酸さえ取っていれば安心というわけではないんです。そうではなくて、直接この EPA とか DHA も取るっていうことも同時にしてほしいんですよ。で、じゃあこの EPA とか DHA は何に含まれているかっていうと、そう、魚なんですね。魚の魚油、魚の油ですね、魚油に含まれているのはこの EPA と DHA なんです。ですので、もちろんね、なかなかこう手軽に魚を食べるっていうのは、そんなね、難しいこともあるかと思うので、植物油も適宜ね、ごま油、アマニ油、こういったものも適宜活用してほしいんですけど、それさえ取っていれば安心というわけではなくて、やはりこの魚ですね、特に背が青い魚、サバだとか、イワシだとか、サンマとかですね、こういった EPA、DHA を豊富に含んでいるもの、そういった、魚ですね、魚も一緒に取ってあげて、しっかり EPA、DHA、こういったオメガ3の脂肪酸を取ってあげるってことも、ぜひ、してもらえたらと思います。ということで今回は、このオメガ3の、脂肪酸の取り方というお話をさせていただきました。ぜひね、もっとみんなで魚を食べていきましょう。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。